おはよう。というわけで、ちょっと待って、あ、つい今散歩から帰ってきて本当に5秒後なのね。正直言うと、正直の話5秒後なんです。本日は、今日行ってきました、久々の爆買い動画です。ありがとうございます、タモリさんです。はい、というわけで爆買い動画なんですけれども、とわチャンネル史上初めてのブリッジヴァンガード、ブリッジヴァンガードで爆買いしたんですけれども、これも思いついたのがね、なんかのテレビで、今日か昨日、ほんと最近見たテレビで、なんかヒルナンデス系のテレビ見てたんですよ。なんかニュースとかそっち系の。で、なんかビレバンが出てきたのかな、多分。で、ビレバン行きたいと思って、超久々に。まず私そもそも、ごめんなさい、ほんとに超知識不足なんですけど、東京にビレバン、めっちゃ鼻が出る。東京にビレバンがあるって知らなくて、鼻かいたらちょっと鼻くそチェックとかしないと、もし映ったらもう最悪なことになってしまうのね。そんで、ビレバンがあるって知らなくて、もう当たり前にあるくせに、絶対ないと思ってたら、うちの地元だけじゃないビレバンとかって正直思ってたんです。ごめんなさい。あるって思って、今日は新宿のルミネに行って、ビレバン、新宿のルミネにビレバンがなんてあるって知らなくて、新宿のルミネとかもう本当に、待って、唇ガッサガサ、リップ塗っていい？最近ね、マジで唇ガサガサなの。マジバッドエンドって感じ。何が終わるんだよって感じなんですけれども。で、何話したっけ？そもそもルミネも私ちゃんと行ったことがなくて、で、ルミネの5階にあるのね。てか、めっちゃ服のブランドあるんだね、ルミネって。もうなんかビレバンじゃなくて、カルベットラインとか、トミーフィルフィラーとかいっぱいあって、天君ハンハンしとる。散歩終わりだから。あ、ごめんごめん。滑った。ごめん。怖かったね。はーい。滑ったからさ、カメラが。そう、ほんで、めっちゃあって、その奥にね、ビレバンがあって、超楽しかったやっぱビレバン最高。なんか、うちの地元は結構、イオンとかにあるのね。なんか、ショッピングモールの中にビレバンは絶対入ってるんだけど、もうビレバンは絶対行くの、私も大好きなの、昔から。もう、うちといえばビレバンって、もう本当に巷で話題になるぐらいビレバンが大好きなんですけれども、そんなビレバンで久々に爆買いしてきたので紹介していきたいと思います。まずこちら、もうこれ超可愛くて一目惚れ、寝そべりマスコット、ヘアガムクレイジンキャンデキュー。本当に顔怖い。これを見つけて、と思って買っちゃいました、さすがに。でもこれは天にあげてしまうと、ほらもう見て、赤いよ、これ天のおもちゃじゃない、絶対嫌だ。もうこういう系ね、すぐね、おもちゃやと思ってね、遊ぶの。じゃ、本当はビレバンになんかぬいぐるみとかいっぱいあって、マリオとか、最悪、危ない、マリオとかポケモンとかのぬいぐるみがあって、天におもちゃで買ってあげようかなと思ったんだけど、天のね、おもちゃを買う基準が、まずそのぬいぐるみ系も私結構買うんだけど、犬用のおもちゃとされてないものでもね、てか買ってたら遊ぶんだけど、まず、なんかちっちゃい、ぴょ、で、ほんとこれとか絶対ダメ。絶対天噛みちぎっちゃうから。とか、中にビーズが入ってなかったりとか、なんか条件を満たしたら天にあげるように、てか、おもちゃとして渡すようにしてるんだけど、それがなかったの、条件に合うものが、全部なんかこういうちっちゃいピロピロがついてたり、なんかピョンってなんか出てたりとか、天でも壊さないようなものがなかったので、今回は断念しました。ごめんなさい。ちょ、天君、ソファ。テン君じゃないよ。ちょっとこれ結んでみていい？こうやってあるだけでガチかわ。テンそっくり、あんた。テンクレヨンしんちゃんに似とるよ。ね、やめて。ねえ、違う。嫌だ。絶対あんたには渡さないから。ね、お願い、つけたとこだけ見せさせて、みんなに。お願い。みんなに好きなところを見せてあげたいの。ねえ、痛いです。どう？あ、最悪。もう、はい、ごめんなさい。こんな感じです。はい、もうごめんなさい、天下。もう本当に自分のおもちゃだと思うので、もうこれは、本当に天には内緒で使っていきたいと思います。続いて、たらー、お前またマスク、またヘアパックって思われてるかもしれないんですけど、何食った？って思われるかもしれないんですけれども、このね、黒のパックってね、なかなか売ってないんだけど、これめっちゃ、一番保湿されるの、やっぱこれが、このメディフィールの中で、があったので買ってみました。ちょっと待って。これ3枚入りで1078円もすんの？そんなもん？ 3 枚だよ。そんなもん？黒だから高いのかな？だけどなんかもう最近本当に喉もめっちゃ痛いし、もう唇もガッサガサやし、ねえ、テイク、
ハハしないで。散歩から疲れたならお留守番じゃなくておねんねしとっていいよ。もう目についてる。そう、え、何の話忘れた。いいと思います。続いてこちら、これなんかで紹介したことあるかもしれん。男梅のバリバリ職人。これ本当にお菓子の海苔なんだけど、もうバーカ美味しくて、プラスね、美味しいだけじゃ、私お菓子食べないから、美味しい、めっちゃ今の存在やな、私お菓子食べないから、でもこっちだけあげてもどういうことって感じなんですけれども、お菓子食べないから買わないんですけれども、これをね、なんで買ったかっていうと、1枚1キロカロリーなんです。やばくない？驚きの1キロカロリー、やばくない？で、30枚あるから全部食べても30キロカロリーにしかならなくて、え、最高じゃんと思って。ちょっと今1枚食べていい？散歩終わりだから私も疲れた。暑いね、天下、お水飲んできた？暑いね、ハンハンして。え、口臭いかも。天ね、おやつで煮干しのおやつ食べるとめっちゃ口臭くなるの。え、ちょっと臭いかも、正直。けどそれは内緒だよね。これってさ、毎回思うけどさ、ここから剥がしてくださいってなってるのにさ、テープの切り目ここなのね。なんなのこれ。もう力ずくで、あ、無理、本当に血管切れそう。あ、いけたいけた。すいません、いただきます。うまっ。2枚食べたらうまい。2キロカロリー、2キロカロリーで終わったかな。これは美味しすぎるので2個買いました。もう本当にペロッと食べちゃうので。ねえねえ、ちょっと天狗、ちょ、お話しし。ねえねえ、あなたのもさ、1個もないのにさ、全部興味津々なんでやめてくれん、天狗。ねえ天狗、あなたのもの1個もないから、全部興味津々に全部自分のものって思うのやめてくれん。分かった？待っとって。はい、続いてこちら、恋する歯磨き。はい、歯ブラシです。もうこういうのばっかり、私お仕事とか行く時とか絶対こういうトラベル用の歯ブラシ持って行ってて、なんでかっていうと、私本当に口内潔癖症っていうか、もう何か食べたら絶対に歯磨きたいし、何かする前とかもう絶対歯磨かないと気が済まない。だからこういうの持ってって、もう家に超あるのにまた買っちゃいました。でも買った理由は、今家でこの歯磨き粉使ってるから、これのトラベル用初めて見たので買ってみました。以上です。続いてこちら、ヘアピタクリップ。お前またそれ買ってんのって思った、そこのあなた、正解です。また買っちゃいました。でもカービィ、うち1個も持ってないねんな。だからカービィは1個も持ってなくて、最近ね、うちね、うちこう見えて意外とスマブラとかやるんですけれども、スマブラでね、なんかオンラインとかでスマブラやると本当に暇な時たまーにやるんですけど、カービィめっちゃうざいの。うちちなみに、誰も興味ないと思うけど、うちは使うの結構ロボット、結構ロボット信者なんですけれども、カービィを使う人ってロボットのね、ビームとかマジ当たんないの、ちっちゃいから。カービィで、しかもカービィが上、ごめん、スマブラの話していい？スマブラは分かる人には分かるんだけど、カービィが上に行ってロボットで上に攻撃しようとすると、そのままカービィ硬くなってボーンって落ちてくるので、それで死んじゃうのいつも。だけど、そう、最近何かと縁があるカービィのこれがあったので買ってみました。続いて、怖顔、びっくりした自分で。またピン買っちゃいました。2個も。でもね、これは違うの、俺が聞いて、見てこのキラッキラしてんの、最高じゃない？キラキラで目立ちやすい。だって、え、ちょっと待って、あ、よかった、クリップ、え、クリップ、え、これピンだよね。え、ちょっと待って、私こういうピンかと思って買ったらさ、バッカクリップマスコットなんて、バッグにつけるやつなんだけど、え、最悪なんですけど、嘘でしょ。待って、なんか変なキーのジャラジャラついてきたんですけど、聞いてなくない？あ、でも全然使えそう、これさえ取っちゃえば。ほら全然、ほら、もうこれとかもなんか髪の毛とかみたいな感じにしちゃって、痛い痛い痛い、なになになに、テイクのないよ。いや、もう全然使える。そう、最悪。これバック用なの、聞いてなくない？ちゃんと見なかった、私が悪いんですけれども。ねえねえ、お願い、痛すぎる、あなたの爪。そのさ、あんで、あ、あ、あ、痛い痛い痛い。ね、全体重をさ、手に乗せてさ、爪をこれで通し、頭皮グリッてやらんといてくれん。ほら、あなたのものじゃないよ、受けるほら。違うでしょ、分かった。うちちっちゃい頃とかさ、なんか髪の毛長いのに憧れて、なんかこういう、こういうのをこうやってもう髪の毛のようにしてたの、めっちゃ思い出した。めっちゃ邪魔それ。ちょっとちょっとちょっと、お願い、あなたが落ちるのも怖いし、私もめっちゃ痛いし。ねえねえ、お願い、変化変化、お座りは、お座りして、あ、お座りしてね、フリ君。
シェアシェア。待って待ってそのまま、わかった？これあなたのおもちゃじゃない、わかった？はい、もう天がおもちゃと勘違いするので取ります。痛い、お願い、痛い、本当にしゃくれるから。いい、もうこれは紙袋の中に入れましたから。なにこれ。ねえねえ、お願い、ちょ、お話、ちょ、一回あかん、お話、シュッ、お座りして、お座り、ペコお座りよ。何やねんか、ペコどっちどっち、お座り、ペコお座りは、お座りして、ペコお座り、タッチ、タッチは、こっちの手タッチ、あ、こっち、こっちじゃなきゃな。見て、天の特技、お座り、タッチ。あと、あなたは撮影中に静かにすれば、もう合格、素晴らしすぎる子です。なれますか？なれますよね。え、待って、結構正直バット入ってる、これがバックチェーンだったってこと、バッククリップだったこと。まあ、使える、これを取れば使える。てか、普通にさ、キー、鍵のキーホルダーで超可愛くない？あ、それで使おう。はい、続いて、ちょっと待って、一旦梅職人タイム。あ、2枚一気に。うまっ、うまっ。今で4キロカロリー、5キロカロリー。マジこれ豆のことないとほんとダメだみたいな。それこそダイエット中とかだったら、小腹空いた時とかもこれで代用できるし。続いて、ヘアバンド買っちゃいました。1個はハローキティ先輩やね。やっぱうちいろんなヘアバンド持ってるし、それこそファンの子からとかも事務所にね送ってくれたりするの。それこそハンギョドンとかバツマルくんとかファンの子からいただいて、けどね、ハローキティ先輩は持ってなかったの。やっぱりさ、サンリオのさ、ボスじゃん。さすがにサンリオのボスを持ってないのはまずいと思って。でもハローキティとかマジでなかなか見つけられなかったっていうか、マジで今まで出会ったことなくて買ってこなかったんだけど、たまたまね、さすがビレッジヴァンガードさんです。ビレマン行ったらあったから、え、買うしかなくないと思って買いました。え、超可愛いんだけど、最近ね、うち個人的にハローキティブーム来てんだよね。もうダメ、ヘアバンドとかもテンが一番好きなの。あなたには絶対渡さないよ、すぐ壊されるから。あ、待って、カービィついてた。ねえ、あなたのせいで何も見えない。超可愛くない？やだ、絶対ダメ。これだけは本当に、テンはもう本当に、あの洗濯物とかさ、カゴに入れてあるやん、ヘアバンドが入ってると、それパッて取って自分のハウスに持ってくの。だから絶対渡しません、テンには。続いてこちら、ケロリン。これもね、あって、え、なにこれ、超可愛いんですけどと思って。初めて見るじゃん、こんな、あの銭湯のさ、ケロリンのやつあるじゃん。ちょ、テンくんお願い、ハサミ使うで、危ないで。え、最悪、ハサミでちょっと切っちゃった。マジ最悪なんですけど。え、激カワなんですけど、ケロリン最高。というわけで、天に取られないようにしたいと思います。続いてこちら、ケロリンの湯、入浴剤が売ってて、えと思って。ケロリンってそもそもさ、何なの？それ銭湯のあれなのかな。で、なんかそのお湯、入浴剤が売ってて、え、入ってみたいと思って買ってみましたね。なんかね、ビレマンね、めっちゃ入浴剤超多くて、なんかでもステーキの入浴剤とか、なんかハンバーグの入浴剤とか、なんかもうそんなのばっかりで、で、私お風呂は結構リラックスして入りたいタイプだから、嫌じゃん、そのステーキの香りしながらお風呂なんて。けど唯一このケロリンは結構まとも系だったので買ってみました。え、超楽しみなんですけど、今日入ろうかな、これで。え、すごい、なんかめっちゃ可愛いんですけど。え、すごい、めっちゃ温泉の匂い、めっちゃ唾飛ぶ、ごめん。え、楽しみ。すいません。はい、続いてシール。私こういう時、こういうさ、ビレバンとか、それこそドンキとか行くと、こういうシール絶対見ちゃうんだけど、このキャスパーのシールがあったので、これ可愛くて、これもパソコンに貼ろうかなと思って買ってみました。はい、あ、ラストかも、全然嘘、ラスに。こちら、食べっ子動物の絆創膏、めっちゃ可愛くない？なんかちょうど絆創膏を切らしてて、たまたま行ったらあったの。てか食べっ子動物めっちゃ可愛くて、人形とかもあったの。それもさ、天のおもちゃでさ、あげたかったんだけど、それもね、なんかウサギの耳とかぽよんとかなってたりしたから、これは噛みちぎると思ってやめたんだけど、食べっ子動物系がめっちゃ痛い痛い痛い、何？ガリガリしんどいって。食べっ子動物系がめっちゃ多くて、それこそスマホケースのね、裏に貼るなんか手支えるやつとか、めっちゃでっかいのがあって超可愛かったんだけど、うち今スマホケースセーラームーンだから、うち今貼れないと思って買うのやめたんだけど。でも絆創膏はよくない？なんか誰か男とか怪我したらこれ出てきたら超可愛くない？そう思うよね。ちょっとあなた重い。
はい、ラストです。ラストはこちら、おやすみヘアキャップ。あ、ロングタイプとかあるんだ、よかった、ちょうどロングで。あの、寝る時のキャップ、髪の毛が傷まないようにする、なんか擦れたりして傷まないようにするためのヘアキャップなんですけど、なんか私ね、一回ね、ドンキで買ったことあるの。でもそれなんかめっちゃちっちゃくて、しかも私髪の毛長いし多いから、ポンってすぐ抜けるの。だから再挑戦で買ってみて、そしたらたまたまロングタイプ。あ、え、めっちゃいいじゃん、本当にロングタイプ、もうぴったり。けどちょっと今散歩終わりで、あの、汗とかかいてるので、これは寝る時に使いたいので、ちょっとお預けってことで。6キロカロリー、7キロカロリー、うまっ。10キロカロリーいったのでやめました、さすがに。塩分おいしい。はい、歯に塗りついてたら最悪。ついてない。はい、というわけで以上でーす。もう超最高だった、マジ楽しい。もう30分ぐらいはいたと思う、もっといたかも。やっぱビデバンって大好き、本当に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 。え、天くん、動画のもう終わるっていう時に、もう動画終わりますよって時に限って静かにやりました。どういうこと？はい、というわけで、もうめっちゃいいな、超かわいい、トンワの枠がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしまーす。というわけで、みんなもビレバン行ってみてねー。超適当、最後バイバーン。歯に全部のり挟まってる。バイバーン。